選んだ4色の中からさらに1本選ぶとしたら、うん、2択までは絞ってるんですけど、うん、そうか、そうなんです、あの大体2択に絞れてくるんですよね、あ自分のパターン中で、うん、でそこからどっちっていうので迷ったりします、はい、そういうなんか決め方のパターンがあるわけですね、結構あのなーってやった時に、うん、大体最後にこれ2つど、あと最後どれみたいな、あ決めかねてるのはその2つの比較の中でね、はい、初めあこっちって思ったりするんですけど、うん、いやいや待てよという、待てよなんでがこっちの気になるんだよっていう感じですかね、うん、ですよね、うん、わざわざわざこっちって初めに思ってるのに決定打にならない、何かこう引っかかりがあるのかなっていう、うん、何かしらこう思ってる何かあるのっていうので選びきれみたいな、なるほど、あこれかなとかっていう選び方でできるじゃないですか、うん、だけど何か選択する時の思考パターン、多分選ぶときそうなんだと、その思考パターンに気づくっていうのが大事なことなんですよ、うん、やっぱこれの良さっていうの今僕が提供しているのはその選ぶっていう動き、うん、心すっごい動くでしょ、うん、そうですね本来、うん、でなんで動いてるのって、うん、はい、はい、そうか悩んだんですよ引っかかった方を選びましたっけ、引っかかった方をね、うん、基本的には心がすごい動いてる方だから多分初めだったらこっち選びます、うん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 、だけど選んだ後にちょっとやっぱり何か引っかかるものがやっぱり選んだ後に何かあった時にあやっぱり何か引っかかってた部分ってここなのかなって何か自分でくっつけちゃう部分があるんです、うん、うまくいかなかったとか、うんうんうん、ちょっとあれって思うことがやっぱりちょっと出てきたりとか、うんうん、する時あるじゃないですか、うんうんうん、そうなってきた時にもしかしてこの引っかかりもしかしてあっちの方を選んだ方が良かったのかな、うん、その迷いの部分が出てきてるのかなみたいなのを勝手にこう紐付けちゃうんだと思うんですけど、うんうん、そういうのはちょっとあるかもしれないです、だから、うんうん、今その葛藤がちょっと、うん、だってその